エステルはグラミー賞ノミネート歴を持つイギリスの歌手、ラッパー、ソングライター、音楽プロデューサー。第51回グラミー賞の最優秀歌曲賞のほか、イギリスのブラックミュージックの祭典モボアワードを含む複数の賞の受賞歴を持っている。2008年リリースのアルバム、シャインからのシングル、アメリカンボーイが大ヒット。出世曲となった。エステルは、 1980年にセネガルで生まれた。家族構成は、シエラレオネ育ちの母親、グレナダ出身の父親、そして9人兄弟の11人家族で、そのような中でエステルは育った。一時期家庭でゴスペルのみを聞かされていたエステルは、それに反発するように小さなラジオを枕の下に隠し持ち、ラジオを通して様々なジャンルの音楽を聴いたという。また教会でも歌を歌っていた。 デビュー前2003年にミックステープを発表。2004年に自身の誕生日18日から名付けたアルバムザ・エイティンス・デイで V にレコードからデビュー。このアルバムはイギリスでは発売されたもののエステルが願っていたアメリカ合衆国での発売は叶わなかった。アルバムからのシングル1980フリーの2曲は UK チャートトップ20入りのヒットを記録した。 また、モボアワードにも選出された。しかし作風や、プロモーションなどの面で、レーベルや周りの人間と対立し、レーベルを離脱することになった。その後、エステルは、ザ・エーティーンスで収録曲、ヘ、hey、イ・ガールに参加していた、ジョン・レジェンドに音楽面でのサポートを受け、ジョンが立ち上げたレーベルホームスクールレコードの第一弾アーティストとして契約。また、ジョンを、 エグゼクティブプロデューサーに迎え、アルバムの制作を開始した。2008年には、Will I Am, ワイクリフ・ジョン、マーク・ロンソン、スー・イズ・ビーツ、ジャック・スプラッシュといった面々を迎えて制作した、アルバム、シャインを完成させた。アルバムからのセカンドシングル、アメリカン・ボーイは、100円にカニエ・ウエストを迎えた楽曲で、この楽曲は、UK シングルチャートで5週連続1位。 アメリカ合衆国の総合シングルチャートであるビルボード、ホット100でもロングヒットし、最高位9位を記録した。この楽曲では、グラミー賞での最優秀歌曲賞をはじめ、様々な音楽賞で受賞、ノミネートされた。2008年12月には、新作のレコーディングを始めたことが明らかになっている。スタジオアルバム、ありがとうございます。